成をするなら補填をしろ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。リンクスの未来を嘆く男、リュウです。打天使いった、打天使いった。打天使さらに殺されるという、ね、事件が起きましたので、今日は動画を撮っていきたいなというふうに思ってるんですが、リミットレギュレーションの適用と一部スキルの使用変更っていうのが発表になりまして、リミット適用は5月10日から、本日の4月の26日から、まあ、およそまあ2週間後ぐらいですかね、に適用されるということで、皆さんに内容をちょっとご紹介していきたいなというふうに思っているんですが、リミットレギュレーションの適用の内容ですね、5月の10日、ですね、まあ、リミット1からいきますか。まずは、双眼の銀竜、ブルーアイズデッキは長期にわたって活躍していると、長期環境剤というやつですね。環境の固定化の一因となっているため、双眼の銀竜を制限します。これなんでリミット1になってるかっていうと、このドラゴン目覚めの旋律っていうね、このカードですね、ブルーアイズデッキは長期にわたって活躍していると。だからこの2枚をリミット1にぶち込むことによって何が起きるかっていうと、要するに目覚ましてオルタナ持ってきて、オルタナ特殊から精霊竜っていう動きがすげえやりづらかったんですよね。銀竜なしはさすがに弱いと思うんですよ。なんで多分ね、目覚めの旋律を抜くっていうね、構築になるんじゃないかなと思いますね。ただこれでブルーアイズが死亡したかと言われると、まあ、そんなことがなくて、もともと目覚めの旋律の前にオルタナがなかった時にも青眼結構強かったので、まあ、その構築っていうか、まあ、オルタナは1枚刺して、まあ、目覚め抜くっていうのが、まあ、主流になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、もしかしたら銀竜抜くっていうのもあんのかな。基本的に僕はこっちが抜かれてこっちを1枚入れるっていうことになるんじゃないかなと思ってますね。青眼はまだトラップが強いので、言うてブルーアイズはブルーアイズデッキって戦ってる時大体トラップカードと戦ってる感じあるじゃないですか。なんで多分ね、まだいける、まだ参ると思いますね。一応安定感はもちろん精霊竜のね、安定感落ちましたけど、まあ、まだ参るかなっていうところですね。で、嵐、使用するデッキによって容易にデュエルを終わらせる準備を整えられるため、制限しますと。なんかちょっと狙って書いてっけど、もう滑ってるよっていう感じですね。で嵐なんですけど、これ呪眼とか、まあ、サイバー竜とかに入ってることが多かったですね。サイバー竜は特に相性が良くて、オーバーフローとか終わってね、サーチしたりとかもできたんですけれども、これがリミット1ですよと。呪眼とかはまあ1枚の構築もあると思うので、まあ多分大丈夫かなって思ってるんですけど、まあ、サイバー竜に関しては、まあ、嵐1枚か2枚ぐらいが多かったかな、構築的にはと思うので、まあ弱体化ですかね、基本的にはね。で1個言いたいのは、こういうカードを制限することによってどういう弊害が起きるかってことなんですよ。もちろんね、そういうね、環境デッキはいいけど、例えば純正フォーミュラーアスリートとか、嵐を別に、なんだろうな、そんな強い使い方じゃなくて、自分のカード割ってサーチするように使ってるとかあるじゃないですか。そういうデッキがね、弱体化しちゃうんですよ。やっぱり、ね、それ良くないですよね。まあしょうがないけど、これに関してはこれ良くないかなと思っております。まあ、遊戯王は常日頃そういう、まあ、側面がありますんで、まあ、仕方ないんですけどね。でリミット2、これに関してはいくつかね話したいことがあって、まあ、これですよね。ここがね問題なんですけど、まずは一番上からいきましょう。まずはドラグニティナイトアスカロン、ドラグニティデッキで、採用できる汎用的なリミット2のカードの枚数を抑えるため制限しますと。でもね、ここリミット解除でセナート来てるんですよ。だから逆に安定感は増しましたね、ドラグニーって関しては。今まではセナートが2になったんですよ。なんで、まあ、セナート引けないっていうパターンがあったんですけど、セナート3になれるので、だから結構アスカロンへの、まあ、アクセスはしやすくなるってことですね。ただし、まあ、これは汎用的なリミットカードっていうのは、これは局所的ハリケーンのことなんですけど、挨拶が、まあ、要はできなくなってるので、いまだにね。なので、まあ局所と併用しちゃいけないですよっていう、そういう意味のリミットですね。まあ、ドラグニティに関しては安定感が逆に増したと思ってくれればいいかなと思いますね。なんか割と戦えるかという、まあ、そういうラインで話をすると全然戦えると思いますね。はい。で、サイバネティックフュージョンサポート、これですね。サイバードラゴンデッキは長期にわたって、活躍しており、環境の固定化の一因となっているため、サイバネティックフュージョンサポートを、制限しますと。まあ本当環境の固定化、こいつが一番固定化してんだろうって思ってるんですけど、めちゃくちゃいましたからね、環境にね、長いこと。
サイバーテック友情サポートはこれリミット2なので、まあ、オーバーフローと、併用できなくなりましたよということなんですけれども、これで、ね、オーバーフローを、まあ、要は先行友情サポートを打つでスキル発動するでオーバーフローとなんかロードセットしてエンドするみたいなことはできなくなるので弱体化はしております。かなりどうなるんだろうな新サイバー、なんか汎用トラップとか、まあさすがにフュージョンサポートはないと、まあ、展開できないんで、これ展開図なんで、まあ、これはないといけないんですよ。2枚必ず多分ってことはオーバーフローを抜くっていうことになるんじゃないですかね。まあ予想ですけど、でオーバーフローを抜いてでなんか汎用魔法罠、まあ月の書とか、まあ、デモンズチェーンとかなんかちょっとわかんないですけど、その辺はそういうカードを使っていくっていう形になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、嵐もあのこれリミット1になってサポート2になるんで、これだいぶ弱くはなりますね。サイバー流ね。サイバー流好きな方どうもね。もうあれはもうね、理不尽だからしょうがないよ、でも。理不尽だからしょうがない、あのデッキは。ただ、何回も言ってるように、その、制限はしてもいいけど、リミットとか、まあ、入れてもいいけど、その、対人戦だけにするべきだと思うね。その、モブ狩りとかさ、周回とかでは自分の好きなデッキを使えるようにした方がいいと思う。そのじゃないとさ、頑張って集めた人かわいそうじゃないですか。補填もないし、このゲームね。もちろん、生成機能もないし、まあ、新しいカード向けってことなんだろうけども、運営としては。まあ、その新しいカードを向く前にやめてしまう人がいるっていう時点で、やっぱそれ失敗だと思うんですよ。経営方針として、新しいの向けばと思ってるかもしれないですけど、その前に、その、向く前にやめちゃうっていう人がいる時点でもう失敗してるんですよ、その方針は。なんで、基本的には何らかの措置はあった方がいいと思いますよ。俺は。これは苦言を呈しておきたい。と思っております。で、ガガガシスター、リミット2。このカードも、リミット2のカードとの使用を抑えるため制限しますと。何のこと言ってるかっていうと、挨拶ですね。局所的ハリケーンという、挨拶カード。あれとの、併用を抑えるということですね。今回ね、リミットをちょっと先にね、オノマト変化はね、スキルの修正をちょっと見せておきたいんですけども、スキルが修正されまして、手札のズバはガガガ555ドロドロカードを1枚デッキに戻して、デッキから、同じやつを手札に加える、このスキルは単純に1度かつデュエル中2度っていう1枚になったんですよ、これ。今までは2枚戻して2枚をサーチできるっていう超ぶっ壊れスキルだったんですけども、まあ、これが、まあ、デュエル中に2度になる代わりに1枚になったので、若干安定感がね、まあ、若干っていうかかなり安定感が落ちるんですね、これ。なので、まあ、しかもシスター2枚っていう構築になっちゃうので、だいぶ弱くはなりますね。今までみたいに高校で局所打ってなんか安定的に展開してくるっていうことは、まあ、そこそこなくなるとは思いますけど、まあ、言うてシスター2枚入ってるから、うん、まあ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 、妥当なラインの弱体化なんじゃないかなと思いますけど、まあちょっとこれは使ってみないことには分かんないかなという感じですね。はい。で、問題はね、ここですね、ここの打天使完全に行きました。今回でもうね、ボコボコのボコにされまして、打天使さん。親族の打天使がリミット2なんですよ、これ。リミット2ということは、これ何が起きるかっていうと、まあ、今まで打天使っていうのはリミット2のカードが2枚あったんですね。打天使、イシュタムと、まあ、階段。まあ、要は、1枚ずつ入れてあげれば、まあ、なんとかなったっていう感じなんですけども、なんとこれ親族の打天使もリミット2になったことによって、打天使カテゴリーのカードで、イシュタム、階段、親族の打天使という、この、3枚がリミット2に入っているという状況。つまりですね、3枚の中で2枚選択して入れてくださいよってことなんですよ。死亡しました。完全にこれは。これ完全に死亡です。完全に死亡と言って、もういよいよいいでしょう、これ。もう前もなんか言った気がするけど、まあ、死んでなかったっていうね。なんかこのゾンビのように生き返ってきたんですけども、もう全然これは死亡と言っていいでしょう。まあ、親族が亡くなった打天使は弱いので、基本的には。なので、まあ、かなり弱体化と言っていいでしょうね。前回の打天使カードへの規制後も、打天使デッキは様々なカードとの組み合わせで高い勝率を維持していることに加え、採用率も上昇しているため、親族の打天使を他の打天使カードと同じリミット2にすることで制限を強化しますと。打天使使ってたやつ死ねんって言ってるってことですね。笑い事じゃないんだよな、これ本当に笑い事じゃないんですよ。今まで大好きで打天使を使っていた人がもうこれで待っていよいよやめちゃうんじゃないかなと思ってて、わかるけどバランス調整は本当に、ただやっぱ対人戦のみにするべきだと思うな。なんかその要はイベントとかなんかその、まあ、他のなんだろうな、モブ狩りとかではやっぱある程度使えるようにしとかないと、マジで使う場所なくなるから、デッキが。今までだって打天使使わせないと本当にどうすればいいのこれからっていう感じじゃない。
新しいカードを、まあ、抜かないといけないっていう感じだと思うんだけどさ、やりすぎだと思うんだよな、マジで。マジでやりすぎだと思うわ。なんかもうちょっとさ、なんか補填とか、今までのプレイヤーを、まあ、維持してあげるというか、まあ、そういう目線って必要だと俺は思いますよ。なんか納得いかないんだよな。で、スローネですね。スローネはリミット2になったことによって、まあ、セプスロー打点子っていう、まあ、ギミックをまずぶっ潰すっていうことと、あと、セプスロという、まあ、ギミックですね。セプター3枚のスローネ2枚っていう構築になるということですね。まあ、これは実質、セプスローの確率が少し下がるっていうことでございます。で、まあ、セプスロ自体が、まあ、完全に死亡した、わけではないんですけども、まあ、スローネが、リミット2になったことによって、いろんなデッキとの組み合わせがちょっと難しくなるかなっていう。まあ、局所して、セプスロしてみたいなことはできなくなるし、まあ、高圧セットしてとかもできなくなるし、まあ、リミット2が、入っているようなデッキはちょっとセプスローは、入れられないよみたいな感じですよね。で、実は一番怒ってるのが俺これなんですよ。リミット3、このムーンライトを殺してきたという点ですね。ムーンライトって無課金の味方なんですよ。まあ、遊戯王デュエルリンクスを、まあ、始めるにあたって、僕は大体どんな人にも、どのデッキ作ったらいいですかっていう人には、まあ、とりあえずムーンライト作っといたら安いし強いしいいよって言ってるんですよ。無課金の味方ムーンライトを潰してきたことに関してはマジで許さない。俺はマジで許さない。これに関しては安定感バカみたいに下がるんですよ。リミット3、これ両方ともね、被ったことによってこれ何が起きるかっていうと、まあ、要は融合をサーチしづらくなるっていう点と、あとバーニングだからベイルっていうね、バカベイル、あれを採用しづらくなったっていう点ですね。いやさあ、なんかこれ理由は長期にわたって活躍してテーマの一つであるっていうことはまあしょうがないよね。重戦一族を強化する予定もあると。まあ言うて今回のケースそんなにムーンライト活躍してなかったですけどね。で、重戦一族強化するっていうのはこれ天気炎武天気っていう重戦士お手軽サーチカードがあるんですけど、あれをなんか実装する予定らしいんですよ、どうやら噂によると。なんかさ、まずそもそも天気なんて実装していいのかっていう問題がまずそもそもあって、あんな最強カードと、あと、あれ、妖戦獣とか、炎王とかもサーチできるんですけど、じゃあそいつらはどうなのっていう話ですよね。そのなんか、ムーンライトだけ、今日、規制して、じゃあ妖戦獣とか、妖戦獣の方がなんなら KC 活躍していたぞ。なんならな。なんかさ、これ納得いかないんだよね、本当に。まあまあ、俺たちは従うしかないけどさ、リミットには。ただね、やっぱね、ここはね、補填なんかある程度しないと、マジで月光使ってる人めっちゃ多いと思うから、個人的には。まあ、なんだろうな、始めたての人とか、これ本当に良くないと思う、この規制は。マジでさ、なんかやってることさ、初心者、なんだろう、序盤の、なんだろうな、無課金者お断りみたいな感じになってない？これ。良くないと思うな、本当に良くないと思う。で、次ですね。ドラゴンディスランド、あ、これはさっきやりましたね。さっきやりました。ということで、スキルの方行きましょう。リミットは本当に、まあ、まとめとくと、まあ、スローね、セプスロ打点子行ったのは、まあ、しょうがないかなっていう感じですけど、ここマジ納得できないんだよな。本当に無課金ぶっ壊してきてんじゃねえぞっていう。ふざけんなよっていうことですね。で、一部の、スキル変更についてなんですが、まあ、どうなっているかっていうと、強化するスキルが、これが僕の融合だと。カオスフィールドを駆け抜けろ。キャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化します。これは、言い換えると、誰にも使われていないので強化しますっていうことですね。に関しては。で、あとの、この3、5個か、のスキルに関しては、下方修正です。で、まず、強化の方は、これが僕の融合だは、手札をデッキに戻して、デッキ外から加えるっていう、例の戦力補充とか、あの系統の、修正になりますと。で、スキルが、デュエル中に2度まで使用できるようになるってことで、ビッグロイドコネクションゾーンっていうね、ロイドの融合があるんですけど、あれをまあデッキ外から手札加えられるっていうことですね。まあ、これをしたところで誰が使うっていう話はあるんですけどね。まあ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 、強化になったのはいいでしょう。で、カオスフィールドをかけないけど、これもマジで誰も使ってなかったスキルなんですけども、本当俺の動画以外で見たことないみたいな人も多いんじゃないでしょうか。自分のフィールド上の影のモンスター1体を特定のモンスターに変えると、効果モンスターを変える場合はクリボーを手札にから、墓地に送ることが必要なんですけれども、効果モンスター以外、要は通常モンスターですね、効果なしのモンスターを変える場合はこれ要はクリボーを送んなくても変身できますっていうスキルだったんですよ。もともとは、なんか何でもとりあえずクリボーを捨てないと、変身できないっていうことだったんですけども、通常モンスターである暗黒騎士ガイア、もしくはあっちの儀式の普通のカオスソルジャーであれば、クリボーを送んなくても挑戦士カオスソルジャーにできたりカオスソルジャーにできたりすると
いうことですね。なので、しかもなんか、デュエル中に2度使えるんで、1回なんか暗黒騎士をカオストロジャーにして、カオストロジャーを挑戦心するとかもできるっていうことですかね、基本的には。あの手札の消費なしで。で、一番嬉しいのは、これあの、カオスソルジャーがそもそも効果モンスターではないので、カオスソルジャーを出し、で、挑戦士カオスソルジャーに変身させるには、何のコストも必要ないということなんですよね。だから、夢の超戦士、ザ・パーフェクトカオスソルジャー、要は宵闇と開闢を使ったカオスソルジャーを出し、それを挑戦士に変身させるっていうことができるようになりました。簡単に。まあ、スキルのね、儀式の使い手っていうね、安定感を捨てることによって、このスキルは生きることができます。これは、動画が確定しました。そのうち使います。で、このレベル系の、スキルは全部同じように修正が入ったんですけども、どうなるかっていうと、自分のライフポイントが3000以下の時に、手札の、モンスターカードを1枚見せて、自分のフィードのモンスター1体を指定し、その、モンスターのレベルをターン終了時まで、なんかその適用する。まあ、コピーだったら同じにする。上昇だったら上がる。コアコアだったら下がるということになりました。これで何が起きるかっていうと、FA ハングオンマッハさんが死亡します。あの理不尽なハングオンマッハレベル上昇からの本当無限ハングオンマッハバイク自慢ビートみたいなのがなくなるということですね。要はレベル上昇がターン終了時までになるし、3000以下なのでっていうことです。これはねしょうがない。あれはあまりにも理不尽すぎたので、これしょうがないです。これはもう誰も文句は言わないでしょう。どう考えても規制されるだろうなと思いながらみんな使っていたと思うんで、これはしょうがないですね。で、レベル、コピーとかレベル加工に関しては、コピーはね、サンダードラゴンとかで、まあ、使ってる人が多かったかなと思うんですけども、まあ、レベルコピーサンドラは多分ね、きつくなりますね。ただ、サンダードラゴン自体は、なんか悪魔送りとか、なんか他のスキルを使って、まあ、代償とか、あと闇の誘惑とかもあるんですよ。だから、まあ、まだですね、そんな完全に死亡っていうわけじゃないと思いますし、まだ全然戦えるかなっていう感じですね。サンドラはもうなんならレベル上昇の規制によってハングオンマッハっていう天敵がいなくなるんで強化までありますね、サンダードラゴンに関しては。はい。でやっぱり一番の、まあ、問題点だと思っているのはこういうスキルの変更が環境外デッキとかまで殺してしまうっていう点なんですよね。例えばレベル上昇は、まあ、FA 以外にもなんかいろいろね面白いギミック、例えばなんかフォーチュンレディモンスターをなんかレベルめっちゃアップさせて殴るとかね、そういうデッキもあったんですけど、なんかああいうのがなくなっちゃうとか使えなくなっちゃうので、なんかねもうレベル上昇とかレベルコピーとかこういうスキルにももはやリミット設けちゃったなと思ってます。もはやねスキルにリミットを設けるっていうのが新概念。なんかね俺がその嫌なのはその環境デッキのパワーが高すぎて他の環境外デッキもなんか巻き添えを食うっていうのが嫌なんですよ。なんでなんかそのリミット3で月光とベイルを一緒に使えなくさせるのとかと同じようにレベル上昇となんかハングオンマッハを組み合わせて両方は使えなくさせるみたいなことなんかうまいことできたらさ、それはそれでなんかいいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあハングオンマッハのせいです、これに関してはね、全ては。はい。バイクがいけない、バイク自慢大会だったかな前回の TC は。で巨大決戦ですね、巨大決戦は相手よりライフポイントが倍以上多いプレイヤーが受ける戦闘ダメージが、倍になると。自分のフィールドに恐竜族モンスターが存在しない場合は相手が受ける戦闘ダメージはこのスキルで倍にならない。恐竜以外で使うなと、まあ、要するに樹眼とか、レプティレスとかでは使うなって言ってますね、これに関しては。まあ、妥当な、まあ、スキル修正なんじゃないでしょうか。まあ、樹眼はかなり弱くはなりましたけど、これでデッキギミックを丸ごと潰されたわけではないので、まあ、まだ戦えるとは思いますね。でレプテレスもお手軽ワンキルができなくなりましたけども、ギミックはまあ生きてるんで、まあ大丈夫かなと。まあ、だから要するに、まあ普通に遊戯をしようぜっていう、そういうことですね。で、オノマト変化、オノマトランスに関しては、さっき言ったように、安定感が2枚じゃなくて1枚デッキに戻して1枚加えるっていう効果と、あとデュエル中2度っていうことになったので、まあちょっと、落ちますよね、安定感がね。で、しかもシスターが2枚になるんで。まあ、ただ、まあ、完全にこれも死亡したわけではないし、まあ、オノマトはね、2枚から動くことが結構簡単にできるんで、まあ、1枚サーチできれば結構いけるかなっていう思ってるんですよ。なんで局所取り上げられてシスター2になってスキルも修正されたけれども、まあ完全に死亡したわけじゃないかなと思ってますね。はい。でね、最後ティアリストの一応変化、僕が考えるティアリストの変化こんな感じになるんじゃないかなと思ってるやつなんですけども、
ブルーアイズは弱体化だけど、まだ戦えるかなと思ってますね。環境にはなんか残れるレベルではあるかなと思ってますね。はい、まあ、一応その銀龍と目覚めのあの影響なだけであって、まあ、トラップカードとかはまだ大丈夫なんで、なんか まだまだいけるだろうなっていう感じですね。で、セプスロ打天使に関しては無理です。無理死亡、セプスロは打天使とはお別れしてください。で、打天使も、完全死亡してるんで、もういよいよ打天使がほんと息してないっていう感じですね。打天使使い本当にかわいそう。マジでこれは仕方ないけど、カードゲームなんで。なんか本当になんか対人戦以外だったら使えるようにしてほしいなと思いますね。で、FA 半号マッハ死亡。ざま。で、ムーンライト死亡。マジで許さない、これに関しては。マジで許さない。まあ、死亡してるかって言われると完全に死亡はしないですけど、月光は天気が来るらしいので。なんですけど、まあ、ちょっとね、安定感はだいぶ落ちたかなって感じですね。で、ハーピー、なんもなし。圧倒的強化。ハーピー環境到来、はい、でオノマトランス、これはもう弱体化、まあ、環境にとどまれるかは今のところちょっと不明、まあ、構築次第では参る気も、まあ、するかなって感じですね。でサンドラーは、先行コピーは死んだけど悪魔送りとかもあるからまだ参そう。で、ハンゴンマッハ消えたんで実質強化まであると。でサイバーは超弱体化しましたね、まあ、理不尽ムーブができなくはなりましたけどまだなんとかできるとは思う。で、ジュガーは弱体化で、ギミック自体が死んだわけじゃないんで、まあ、嵐も1枚入れられるし、まあ、死亡してはないかなっていう。環境にとどまれるかはちょっとやってみないとわからない。で、その他今回のたちのデッキ、実質強化です、まあ、サメちゃん、まあ、ハーピー、まあ、TG、トラミッド、妖戦獣などなどなんかいろんなデッキあるんですけども、まあ、この辺は相対的に、まあ強化されるかなっていう感じですね。でやっぱりね、ほんと最後に言っておきたいのは、課金して集めたこのカードたちを使えなくさせるということによって、まあ、廃課金の、まあ、課金した我々を殺すとともに、課金した我々を殺すだけでなく、なんと無課金ユーザーさえも殺しに来るという、これね、まあ、もちろん無課金なんだから殺してもいいじゃんみたいな意見も、まあ、中にはあるのかもしれませんけど、ゲームっていうのは廃課金者だけで成り立ってるわけじゃなくて、まあ、まあ、課金しないユーザーも、微課金ユーザーも、いて初めて成り立ってるわけですよ。だから、両方殺すのは、マジで良くない。そう思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。